1984年2月1日に廃線となった。別府港にある多目製肥所で製造された化学肥料などを運ぶために1921年に開業した。1923年に鉄道省山陽本線と接続する土山線が開業すると貨物輸送の主体はそちらに移り旅客営業主体の路線となった。開業当時は全列車が 晩州鉄道に直通し、加古川駅に乗り入れていた。1日4往復であったという。土山線の開業で貨物は減少し、旅客主体の路線となった。1943年の破丹鉄道が、買収国有化されたことにより乗り入れは中止された。戦後に路線が復活した際には、野口駅に渡り線が設置されなかったため貨物列車は設定されず、 すべて内燃動車による旅客列車であった。1969年12月時点では、1日1往復で所要11分。1984年1月時点で、1日9往復の旅客列車が運行されていた。野口駅での高砂線の接続の待ち時間は、最大で1分程度だった。 別府鉄道基派2延長事故延期派3作鉄道、基保派2 5 6に復元保存の口駅、藤原製作所前駅、延長寺駅、境駅、別府口駅、別府港駅、高校駅ほぼ全線にわたり、道路化され、山陽電鉄との交差部付近から旧国鉄高砂護線との合流部までは、加古川市の遊歩道、商風小道として整備された。その際、 遊歩道の脇には1970年に、加古川市の市の木と決められた黒松と、同じく1970年に、加古川市の市の花と決められたツツジなどが植えられた。また、途中の駅跡は休憩所になっている。一方、関西圏都市交通研究会は、加古川、高佐護 LRT として、道路線の復活による野口別府土山の LRT 敷設を提言している。 ありがとうございます。